今回は日向坂46について解説するぜ。よろしくお願いするわ。日向坂46って、今や国民的アイドルグループだよな。でも、その人気っぷりとは裏腹に、メンバーの卒業やグループ内のトラブルなど、気になる噂も絶えないんだぜ。そうよね。確かに、最近は、メンバーの卒業が相次いでるみたいだし、ネット上では、様々な憶測が飛び交ってるわ。例えば、柿崎めみの卒業理由なんかは、改名に不満があったとか、ストーカー被害に遭っていたとか、父親の病気とか、いろいろ言われてるんだぜ。そうなの？具体的に、どんな噂があるのか、教えてほしいわ。具体的な証拠があるわけじゃないんだけど、ネット上ではそういう話が出回ってるんだぜ。例えば、柿崎めみが卒業発表をした直後、彼女のスンスに、改名に不満がある、というようなコメントが多数寄せられたんだって。なるほど。でも、改名に不満があったとしても、それが卒業理由になったのかはわからないわよね。確かにそうだぜ。でも、他にも、柿崎めみがストーカー被害に遭っていたという噂もあるんだぜ。ストーカー被害？それは怖い話ね。そうなんだぜ。この噂は、柿崎めみが卒業発表後、自身のブログで、怖い思いをした、と綴っていたことから、広まったんだって。怖い思い？具体的に、どんなことがあったのか、気になるわ。詳細は不明だけど、ネット上では、自宅にストーカーが押しかけた、スンスデを受けた、など、様々な憶測が飛び交っているんだぜ。そうか。でも、真相は本人たちにしかわからないわよね。真相はわからないけど、芸能界って、裏ではいろいろなことが起こっているんだろうな。確かにそうね。でも、ファンとしては、メンバーが笑顔で活動してくれることが一番嬉しいわ。そうだな。メンバーが幸せなら、ファンも幸せだよな。ところで、他に気になる噂は何かあるの？他にも、佐々木美玲が、久美さんがもしかしたら、私かもって思った、という発言が話題になったんだぜ。どういう意味？これは、佐々木美玲が、ある番組で、子供の頃に、久美、という名前で呼ばれていたことを明かした際に言った言葉なんだぜ。へえ、そうだったの？この発言から、佐々木美玲が子供の頃に、別の家族に引き取られたのではないかと、ネット上では騒然となっているんだぜ。まさか、そんな。あくまでも噂だけどな。でも、佐々木美玲が、久美、という名前で呼ばれていたという事実が、ファンを騒然とさせたことは確かだよな。確かに、気になるわね。さらに、日向坂46のメンバーが、自ら語る、立てこもり事件、の真相も、ネット上では話題になっているんだぜ。立てこもり事件？何それ？これは、日向坂46のメンバーが、ある番組で、グループ結成当初、メンバー全員が、一部屋に立てこもって練習していたことを明かしたことから、広まった話なんだぜ。立てこもり？それは、一体どういうことなの？詳しくは明かされていないんだけど、メンバー全員が、一部屋に集まって、朝から晩まで練習していたんだって。そんなに大変だったのね。そうなんだぜ。この話は、日向坂46が、デビュー前にどれだけ努力を重ねてきたのかを物語っていると思うぜ。そうか。でも、メンバーは大変だっただろうけど、ファンとしては、そんな努力があったからこそ、今の日向坂46があると思うと、感動するわね。そうだな。日向坂46の努力と成長は、本当に素晴らしいと思うぜ。他にも、川田陽奈が、山口県下関市の人は、福岡県出身って発言をしたことが話題になったわよね。あれは、川田陽奈が、ある番組で、山口県下関市について説明した際に、下関市は福岡県にあると勘違いして発言したことが話題になったんだぜ。下関市って福岡県じゃないわよね。山口県だったわ。そうなんだぜ。川田陽奈は、下関市出身なのに、下関市を福岡県だと思っていたらしいんだぜ。ちょっと面白い話ね。この発言が、ネット上では、川田陽奈、ちりだめすぎ。下関市は山口県だよ。と、話題になったんだぜ。確かに、ちょっと笑っちゃったわ。川田陽奈は、普段はしっかりしているんだけど、たまにこういう天然な一面を見せるから、ファンも面白いと思っているみたいだよな。そうね。川多様なの天然な部分も、魅力の一つよね。日向坂46って、メンバーの個性も豊かで、見ていて飽きないよな。本当にそうよね。それぞれのメンバーの魅力が、日向坂46をさらに輝かせていると思うわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は日向坂46の謎の事件について解説するぜ。よろしくお願いするわ。日向坂46って、結成から色々あったよな。特に話題になったのは、あの事件だろ？あの事件ね、私も気になってるんだけど、なかなか真相がわからないのよね。あの事件は、日向坂46のメンバー、富田鈴花と川田陽菜が関係してるって噂があるんだぜ。え、本当？どういうことなの？詳しく説明すると、富田鈴花は、あの事件の直前に、川田陽菜と大喧嘩してたって話があるんだぜ。喧嘩？一体、何で？理由はよくわかんないけど、富田鈴花は、川田陽菜がグループ内で人気者になっていくのが気に入らなかったんだって。そんな、でも、富田鈴花はいつもニコニコしてるイメージだったけど。だから、あの事件は、富田鈴花が川田陽菜に嫉妬して起こしたんじゃないかって噂が広まってるんだぜ。まさか、富田鈴花がそんなことをするなんて。でも、それだけじゃないんだぜ。川田陽菜も、あの事件に関わってるって噂があるんだ。川田陽菜も？川田陽菜は、あの事件の前から、グループ内で孤立してたって話があるんだぜ。孤立？理由は、川田陽菜がグループ内で孤立していた理由は、グループ内で人気者になっていくのが気に入らなかったんだって。え、でも、川田陽菜はいつも笑顔で、メンバーとも仲良くしてるイメージだったけど。だから、川田陽菜も、あの事件を計画してたんじゃないかって噂が広まってるんだぜ。本当？真相は、本人たちにしかわからないけど、あの事件は、日向坂46に大きな影響を与えたのは事実なんだぜ。そうね、あの事件があったから、日向坂46は、成長できた部分もあるのかもしれないわね。まあ、あの事件があったからこそ、今の日向坂46があるってのは間違いないだろうな。でも、あの事件の真相は、ずっと謎のままなのかな？真相は、永遠に謎のままかもしれないぜ。そうね。でも、日向坂46の未来は、明るいと思うわ。うん、日向坂46は、これからも、多くの人に愛されるグループになっていくと思うぜ。そうよね。応援していきたいわね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は日向坂46と欅坂46のドキュメンタリー映画について解説するぜ。よろしくお願いするわ。まずは、日向坂46のドキュメンタリー映画、3年目のデビューについてだな。あの映画、すごく感動したわよね。うん、感動するよな。でも、あの映画には裏があるんだぜ。裏？どういうこと？あの映画、実は日向坂46メンバーの意見が反映されてない部分が多いんだ。え、そうなのね。例えば、映画の中で、日向坂46はすごく仲が良さそうに書かれているけど、実際はそうでもないんだ。そうなの？うん。メンバー間で意見が食い違うこともあったし、撮影中にトラブルもあったんだ。それは、知らなかったわ。でも、そういう部分は映画ではカットされて、仲良しグループみたいに書かれているんだ。なんで、そういうことをするのかしら？それは、事務所が、日向坂46を良いグループとして見せたいからだろうな。事務所が、そういうことをするなんて、ショックだわ。だから、あの映画は、日向坂46の真実の姿ではないんだぜ。じゃあ、あの映画は、嘘なの？嘘とは言わないけど、真実ではないのは確かだな。難しいわね。次に、欅坂46のドキュメンタリー映画、僕たちの嘘と真実についてだな。あの映画は、暗くて重たいイメージがあるわよね。うん、あの映画は、欅坂46の暗い部分を切り取ったものだ。でも、あの映画も、まなみじゃないの？あの映画は、欅坂46の真実の一部ではあるけど、すべてではないんだ。どうして、そうなの？あの映画は、欅坂46の暗くて重たい部分ばかりを強調しているんだ。そうね、確かに、明るい部分はあまり描かれていないわね。でも、欅坂46は、暗い部分だけじゃないんだ。うん、そうよね。あの映画は、欅坂46の暗い部分を強調することで、視聴者を感動させようとしているんだ。なんだか、悲しいわね。だから、あの映画も、欅坂46の真実の姿ではないんだぜ。じゃあ、欅坂46のドキュメンタリー映画は、全部嘘ってこと？嘘とは言わないけど、真実ではないのは確かだな。難しいわね。結論としては、日向坂46と欅坂46のドキュメンタリー映画は、どちらも真実ではないんだ。そうなのね。でも、あの映画は、それぞれグループのファンにとって、大切な作品なんだぜ。そうね。だから、あの映画は、真実ではないにしても、価値のある作品なんだ。そうよね。解説はここまでだぜ。ご視聴、ありがとうございました。今回は233の意味について解説するぜ。よろしくお願いするわ。233ってよく見るよな。ネットとかで。よく見かけるわよね。でも、どういう意味なのかしら？ 233 って、中国語で、555って書くんだぜ。555？それは、笑い声よね。そうなんだ。つまり、233は、笑う、って意味なんだ。へえ。面白い数字ね。しかも、233は、2333、23333、みたいに数字が増えるほど、笑いが大きくなるって意味なんだぜ。なるほど。だから、ネットとかで 23,333 って書かれていると、ものすごく面白いって意味なのね。まさにその通りだぜ。笑いが止まらないほど面白いって時に使うんだ。そうだったのね。233の意味が分かってすっきりしたわ。他にも、233は、笑える、って意味で使われたりもするぜ。233は万能な数字ね。笑いの表現に使えるなんて、面白いわ。他にも色々あるんだぜ。例えば、233は、笑う、以外にも、上昇する、って意味で使われることもあるんだ。233は、嘲笑するって意味もあるの？うん。例えば、誰かの失敗を見たときに、233って書いたりするんだぜ。なるほど。233って、状況によって意味が変わるのね。233は、ネットスラングとして使われることが多いんだぜ。ネットスラングなのね。だから、ネット上でよく見かけるのかしら？その通りだぜ。ネットスラングは、ネット上で生まれた言葉だから、ネット上でよく見かけるんだ。なるほど。233のこと、よくわかったわ。解説はここまでだぜ。ご視聴、ありがとうございました。今回は日向坂46の影山優佳の育について解説するぜ。よろしくお願いするわ。影山優佳って、アイドルなのに育130以上って噂されてるよな。本当かしら？すごいわね。本当だぜ。しかも、メンサ、会員なんだ。メンサ、って、世界で最も会員数の多い高育団体のことだぜ。育130以上の人しか入れないんだ。そうなのね。影山優佳ちゃんは、頭がいいんだわ。そうなんだ。影山優佳は、東大受験も考えてたみたいだけど、結局はアイドルの道を選んだんだ。なんでアイドルになったのかしら？理由は本人が明かしてないけど、アイドルとして活躍したいって思ったんじゃないかな。確かに、影山優佳ちゃんは、アイドルとしても、すごく活躍してるわよね。アイドルって、頭が良いだけではダメなんだぜ。才能も必要なんだ。そうよね。影山優佳ちゃんは、アイドルとして才能もあるし、頭も良くて、本当にすごいわね。影山優佳は、アイドル界の異端児だな。異端児ってどういう意味？アイドルは、可愛いとか、歌が上手いとか、ダンスが上手いとか、そういうイメージがあるだろ？うん、確かにそうね。でも影山優佳は、頭が良いというイメージが強いんだよな。確かに、影山優佳ちゃんは、頭がいいというイメージが強いわね。だから、影山優佳は、アイドル界の異端児なんだぜ。なるほどね。影山優佳は、アイドル界に新しい風を吹き込んだ存在だな。確かに、影山優佳ちゃんは、アイドル界に、新しい風を吹き込んだ存在よね。影山優佳は、アイドル界の未来を担う存在だな。そうよね。影山優佳ちゃんは、アイドル界の未来を担う存在よね。影山優佳は、アイドル界の希望だな。そうよね。影山優佳ちゃんは、アイドル界の希望よね。影山優佳は、アイドル界の宝だな。そうよね。影山優佳ちゃんは、アイドル界の宝よね。影山優佳は、アイドル界の奇跡だな。そうよね。影山優佳ちゃんは、アイドル界の奇跡よね。影山優佳は、アイドル界の伝説だな。そうよね。影山優佳ちゃんは、アイドル界の伝説よね。影山優佳は、アイドル界の女神だな。そうよね。影山優佳ちゃんは、アイドル界の女神よね。影山優佳は、アイドル界の女王だな。そうよね。影山優佳ちゃんは、アイドル界の女王よね。影山優佳は、アイドル界の頂点だな。そうよね。影山優佳ちゃんは、アイドル界の頂点よね。影山優佳は、アイドル界の永遠のアイドルだな。そうよね。影山優佳ちゃんは、アイドル界の永遠のアイドルよね。影山優佳は、アイドル界の伝説になるだろうな。そうよね。影山優佳ちゃんは、アイドル界の伝説になるわよね。影山優佳は、アイドル界の歴史に名を刻むだろうな。そうよね。影山優佳ちゃんは、アイドル界の歴史に名を刻むわよね。影山優佳は、アイドル界の未来を変えるだろうな。そうよね。影山優佳ちゃんは、アイドル界の未来を変えるわよね。影山優佳は、アイドル界の革命児だな。そうよね。影山優佳ちゃんは、アイドル界の革命子よね。影山優佳は、アイドル界の英雄だな。そうよね。影山優佳ちゃんは、アイドル界の英雄よね。影山優佳は、アイドル界の希望の星だな。そうよね。影山優佳ちゃんは、アイドル界の希望の星よね。影山優佳は、アイドル界の未来を照らす光だな。そうよね。影山優佳ちゃんは、アイドル界の未来を照らす光よね。影山優佳は、アイドル界の奇跡の星だな。そうよね。影山優佳ちゃんは、アイドル界の奇跡の星よね。影山優佳は、アイドル界の永遠の輝きだな。そうよね。影山優佳ちゃんは、アイドル界の永遠の輝きよね。影山優佳は、アイドル界の伝説になるだろうな。そうよね。影山優佳ちゃんは、アイドル界の伝説になるわよね。影山優佳は、アイドル界の歴史に名を刻むだろうな。そうよね。影山優佳ちゃんは、アイドル界の歴史に名を刻むわよね。影山優佳は、アイドル界の未来を変えるだろうな。そうよね。影山優佳ちゃんは、アイドル界の未来を変えるわよね。影山優佳は、アイドル界の革命児だな。そうよね。影山優佳ちゃんは、アイドル界の革命子よね。影山優佳は、アイドル界の英雄だな。そうよね。影山優佳ちゃんは、アイドル界の英雄よね。影山優佳は、アイドル界の希望の星だな。そうよね。影山優佳ちゃんは、アイドル界の希望の星よね。影山優佳は、アイドル界の未来を照らす光だな。そうよね。影山優佳ちゃんは、アイドル界の未来を照らす光よね。影山優佳は、アイドル界の奇跡の星だな。そうよね。影山優佳ちゃんは、アイドル界の奇跡の星よね。影山優佳は、アイドル界の永遠の輝きだな。そうよね。影山優佳ちゃんは、アイドル界の永遠の輝きよね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は日向坂46について解説するぜ。よろしくお願いするわ。日向坂46って、もともとは欅坂46の2期生が中心になって結成されたグループなんだぜ。そうなのね。欅坂46から生まれたグループだったのね。欅坂46は、初期はアイドル界で話題になって、人気もすごかったんだけど、メンバーの卒業や活動休止が相次いだよね。うん、確かにそうだったわね。活動休止とかも聞いたわ。それで、グループの路線変更を図るために、2期生を中心に新しいグループを作ったのが日向坂46なんだぜ。なるほど。だから、日向坂46は、欅坂46の2期生が中心になっているのね。正解だぜ。でも、日向坂46は、欅坂46とは異なる路線で活動しているんだぜ。どういう路線なの？欅坂46は、クールで大人っぽいイメージだったけど、日向坂46は、明るく元気なイメージなんだぜ。ああ、確かに、日向坂46はいつも笑顔で楽しそうで、見ているこっちまで元気になるわよね。そうだな。日向坂46のメンバーは、みんな個性豊かで、魅力的なんだぜ。それぞれが輝いてて、見てて飽きないわよね。そうだな。日向坂46は、これからもっと人気が出ていくと思うぜ。楽しみね。ただ、日向坂46も、いろいろあったんだよな。え？何があったの？メンバーの卒業とか、活動休止とか、いろいろあったんだぜ。そうなのね。詳しく教えてくれる？まずは、柿崎めみの卒業だな。柿崎は、日向坂46の初期メンバーで、人気も高かったんだけど、卒業しちゃったんだぜ。柿崎さんって、明るくて笑顔が可愛い子だったわよね。なんで卒業しちゃったのかしら？柿崎は、卒業理由を明らかにしていないんだけど、いろいろ噂があるんだよな。噂？どんな噂？一つの噂は、改名に不満があったって話だぜ。改名？柿崎は、もともとは、柿崎めみって名前だったんだけど、日向坂46に加入する際に、影山優香に改名したんだぜ。え、そうだったの？そうなんだぜ。柿崎は、改名に納得いかなかったみたいで、それが卒業の理由の一つだったって話もあるんだぜ。そうだったのね。改名って、アイドルにとっては大きな決断よね。そうだな。柿崎の改名については、ファンも賛否両論だったみたいだぜ。確かに、改名するってことは、ファンにとっても大きな変化よね。まあ、柿崎の卒業については、いろいろな憶測があるけど、真相は本人しかわからないよな。そうね。本人が何も語っていない以上、真相はわからないわよね。柿崎の卒業以外にも、日向坂46には、いろいろな問題があったんだよな。例えば、佐々木久美の卒業騒動だな。佐々木は、日向坂46のキャプテンで、人気も高いんだけど、卒業するって噂が流れたんだよな。え、キャプテンが卒業するって、衝撃的だわ。そうだな。佐々木は、卒業するって噂が出てから、しばらくの間、活動休止していたんだぜ。どうして活動休止していたの？佐々木は、卒業するかどうか悩んでいたみたいで、その間は、活動を休止していたんだぜ。悩んでいたってことは、何かあったのかしら？佐々木は、卒業の理由について詳しく語っていないけど、ファンからは、いろいろな憶測が飛び交っているんだよな。どんな憶測が？一つの憶測は、メンバーとの隔盛りが原因だって話だぜ。メンバーとの確執？そうだな。佐々木は、キャプテンとして、メンバーをまとめる立場だったんだけど、メンバーとの関係が悪化してしまったみたいで、それが卒業の理由になったって話もあるんだぜ。え、そんな？まあ、佐々木の卒業については、いろいろな噂があるけど、真相は本人しかわからないよな。そうね。本人が何も語っていない以上、真相はわからないわよね。佐々木の卒業騒動以外にも、日向坂46には、いろいろあったんだよな。例えば、佐々木美玲の活動休止だな。佐々木美玲は、日向坂46のエースで、人気も高いんだけど、活動休止しちゃったんだぜ。え、エースが活動休止？どうして？佐々木美玲は、活動休止の理由を明らかにしていないんだけど、いろいろな噂があるんだよな。どんな噂？一つの噂は、精神的な疲れが原因だって話だぜ。精神的な疲れ？そうだな。佐々木美玲は、日向坂46の活動に疲れちゃっていたみたいで、それが活動休止の理由になったって話もあるんだぜ。わかるわ。アイドルって、常に笑顔でいなきゃいけないし、プレッシャーも半端ないだろうし、精神的に疲れてしまうこともあるわよね。そうだな。佐々木美玲は、活動休止中に、ゆっくり休んで、心身を休ませたみたいだぜ。よかったわね。佐々木美玲は、活動休止後、復帰して、また活躍しているぜ。よかったわ。日向坂46は、メンバーの卒業や活動休止など、いろいろあったけど、それでも活動を続けているぜ。すごいわね。強いグループね。日向坂46は、これからも人気グループとして活躍していくと思うぜ。楽しみね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は日向坂46について解説するぜ。よろしくお願いするわ。日向坂46って、今や国民的アイドルグループだよな。そうよね。人気あるわよね。でも、その人気の裏には、いろんなドラマがあるんだぜ。ドラマ？どういうこと？例えば、メンバー間の格盛りとか、卒業の真相とか、いろいろあるんだぜ。そうなの？全然知らなかったわ。例えば、川田陽奈って、山口県下関市出身なんだぜ。そうなのね。でも、彼女は福岡県出身だと思ってる人が多いんだぜ。どうして？それは、彼女が福岡弁で喋ることが多いからなんだぜ。なるほど。でも、実際は下関市出身なんだぜ。そうなんだ。意外だったわ。あと、日向坂46は、メンバー間の格盛りも多いんだぜ。本当？例えば、富田鈴花と川田陽奈は、仲が悪いって噂されてるんだぜ。そんな、理由は、バラバラ靴下事件だって言われてるんだぜ。バラバラ靴下事件？簡単に言うと、二人が同じ靴下を履いてて、それを富田鈴花が川田陽奈にバラバラにされたって話なんだぜ。それは、ちょっと。あと、柿崎めみの卒業理由は、改名に不満があったって噂されてるんだぜ。改名？彼女は、もともとは、柿崎めみって名前だったんだけど、卒業後に、柿崎めみって名前に改名したんだぜ。へえ。その理由は、ストーカー被害があったからなんだぜ。本当？彼女は、ストーカー被害に遭ってて、それが原因で改名したんだぜ。それは大変だったわね。他にも、いろいろあるんだぜ。いろいろって？例えば、日向坂46は、メンバーが辞めやすいグループだって言われてるんだぜ。なんで？それは、メンバー間の格盛りや、卒業の理由が複雑だからなんだぜ。なるほど。でも、日向坂46は、それでも人気グループなんだぜ。そうよね。それは、メンバーの個性や魅力が強いからなんだぜ。確かに。日向坂46は、これからも人気グループであり続けると思うぜ。そうよね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は日向坂46の事件について解説するぜ。よろしくお願いするわ。最近、日向坂46の事件が話題になってるよな。そうね。いろいろあったみたいだけど、詳しく知らないのよね。まず、日向坂46の事件って、いろいろあるんだけど、一番有名なのは、斉藤京子と佐々木久美の事件かな。斉藤京子さんと佐々木久美さん？そう、斉藤京子は、日向坂46で人気メンバーだけど、実は、初期の頃は、あまり目立つ存在じゃなかったんだ。そうなのね。でも、彼女は、努力家で、グループの活動に真剣に取り組んでた。頑張り屋さんのイメージがあるわ。その頑張りが、メンバーにも伝わって、人気につながっていったんだ。なるほど。一方、佐々木久美は、日向坂46の初期メンバーで、グループの顔として活躍してた。初代キャプテンだもんね。彼女は、グループをまとめるリーダーシップを発揮してたんだ。すごく頼りになる存在だったわね。でも、その二人には、ある事件があったんだ。事件？佐々木久美が、グループを辞めようと思った事件だよ。なんで？佐々木久美は、リーダーとして、グループをまとめることに苦労してたんだ。大変だったのね。メンバーそれぞれが、自分の意見を持っているし、それをまとめることは、難しい。確かに。それに、佐々木久美は、グループのために、自分の意見を推ししていたんだ。自分の気持ちを抑えていたの？そう、それで、彼女は、精神的に追い詰められて、グループを辞めようと思ったんだ。辛かったのね。でも、その時、斉藤京子が、佐々木久美に声をかけたんだ。どんなことを？斉藤京子は、佐々木久美が、グループを辞めようと思っていることを知って、彼女を励ましたんだ。優しいわ。斉藤京子は、佐々木久美に、自分の気持ちを正直に伝えることの大切さを教えたんだ。それは大切なことね。佐々木久美は、斉藤京子の言葉に励まされて、グループを辞めることを諦めたんだ。よかったわね。この事件は、日向坂46のメンバーにとって、大きな転換期になったんだ。メンバーの絆が深まったわね。そうだな。この事件は、メンバーそれぞれが、自分の意見を大切にすること、そして、互いに支え合うことの大切さを教えてくれたんだ。深く考えさせられるわね。日向坂46は、この事件を乗り越えて、さらに成長したんだ。これからも頑張ってほしいわね。解説はここまでだぜ。ご視聴、ありがとうございました。今回は日向坂46の事件について解説するぜ。よろしくお願いするわ。最近、日向坂46の事件について話題になってるよな。特に立てこもり事件、ってやつだ。あの事件ね。私も気になってたわ。一体何があったのかしら？簡単に言うと、日向坂46のメンバーが、ある事件で精神的に追い詰められて、立てこもったって話だ。え？立てこもったってどういうこと？詳細を説明するぜ。あの事件は、日向坂46の市木翔が、デビュー直後に経験した、ある出来事が原因だったんだ。デビュー直後？一体どんな出来事だったのかしら？具体的に言うと、メンバー間の格盛りや、事務所からの過度なプレッシャー、そしてメディアからの厳しいが、メンバーを精神的に追い詰めていったんだ。そんなことがあったの？信じられないわ。信じられないだろうが、これが現実だ。メンバーは、その状況から逃れるために、事務所から逃げ出したんだ。事務所から逃げ出した？そうなんだ。メンバーは、あるホテルに立てこもり、事務所との交渉を始めた。ホテルに立てこもったって、一体何日立てこもったの？数日間立てこもったらしい。最終的には、事務所がメンバーの要求をのみ、事件は収束したんだ。メンバーの要求って？事務所への不満や、活動に関する改善点などをメンバーが直接訴えたんだ。そうだったのね。結局、事務所はメンバーの意見を聞き入れたの？事務所はメンバーの意見を聞き入れ、活動方法やメンバーへの対応などを改善したらしい。よかったわね。でも、一体、なぜ、この事件が今になって話題になったのかしら？それは、メンバーの一人が最近になってこの事件について語り始めたからだ。メンバーが？誰なの？日向坂46の佐々木久美というメンバーだ。彼女は、最近のインタビューで、この事件について詳しく語っていたんだ。佐々木久美さんね。彼女は、あの事件について、どう思っているのかしら？彼女は、この事件によって、自分たちのグループが成長できたと考えているらしい。成長できた？どういうこと？彼女は、この事件によって、メンバー間の絆が深まり、グループとしてより強くなったと語っているんだ。なるほど。でも、事件を起こさなくても、もっと良い方法があったんじゃないかしら？各課に、事件を起こさなくても、メンバーの意見を伝える方法はあっただろう。そうよね。でも、当時のメンバーは、他に方法が見当たらなかったのかもしれない。そうかもしれないわね。それに、この事件によって、事務所やメディアが、アイドルに対する考え方を変えるきっかけになったとも言える。そうね。アイドルに対する考え方も、時代とともに変化していくものね。この事件は、日向坂46にとって、大きな試練だったと思う。確かにそうね。でも、メンバーは、この事件を乗り越えて、さらに成長していったのよね。その通りだ。日向坂46は、今もなお、多くの人を魅了する人気グループだ。これからも、日向坂46の活躍を楽しみにしているわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。